もう一度シニアンの問題点について私から喋らせていただこうと思います。まず第一に、労働者に認められる権利が私たち中学生にとっては義務ではなく望ましいという表現にとどまっていることです。義務化されていなければこのシニアンに実効性があるとは言えません。第2に、職場という定義が狭すぎます。私たち中学生は面談だけが就職活動ではありません。社員の方との食事やインターンの後の、面談、面接ではなく面談というものがあります。いわば3月から始まる面接だけが選考ではないのです。3月より前に自分の OBや OG に会ってリクルーターという形で就職活動を開始しています。これは企業から本社への選考という連絡は受けません。ただの面談なんです。これはもしかしたら企業の方職場というふうに考えていないかもしれません。それでは私たちの、保護がこの新案で守られないことになります。新案にはきちんと職場という定義をもっと広く解釈していただき、私たちの就職活動をより、現実に沿ったものとして捉えていただきたい、というふうに考えております。皆さんが考えているより自然とセクハラというものは、あなたたちはもしかしたら彼氏がいるの、結婚どうなってるってことはセクハラに当たらないと考えているかもしれません。これは間違いです。女性にとってもっとプライベートな男性にとってもですが、人間にとって恋人はいるの、彼氏いるの、結婚どうなってるっていう、まあ、プライベートだからプライベートです。ましてや就職活動なんて自分より初対面の年上の人に聞かれるわけです。普通の会話でも気持ち悪いのに、どうして初対面の大人に対して気にして彼氏がいるのかいなんて聞かれなきゃいけないんでしょうか。間違ってると思いませんか。コミュニケーションとしてのルールだよなんて言いますけど、初対面の人に自分のプライベートなんて喋りたいと思いません。普通に考えておかしいんです。ですので、より私たちのことにとって就活世界について考えていただきたいと思ってます。私はこれから就活を控えている大学生で、今回就活生からに関する声明を書いているについてもあります。でその声明を書こうと思った理由なんですけど、みんなで決意した理由なんですけど、なんか私たちって多分日頃なんか学生の声が出たってしょうがないって思うかもしれないけど、なんかそういう当事者の声って実はすごく大きくて、そういう声を上げたら必ず拾ってくれる人がいるっていうのを教えてもらって、それでやろうと思いました。で、なんか声明を出すとかっていうとすごくハードル高いかもしれないけど、パブリックコメントっていうのは匿名でも出せるし、本当に短くても適当に言ってみたいな感じで呼びかけたから、何かしたいけどちょっとためらっちゃうなとか怖いなっていう人にぜひパブリックコメントを書いて政府の考えを動かす一歩にしてほしいなと思います。